ポール・デュランイコール・リュエルはフランスの画商。新しい画家たちに定期的な報酬や単独展の機会といった支援を行った現代的な画商の最初の一人であり、特に印象派の絵画の普及に努めた。1831年パリで生まれた。父親は図版の販売を行っており、1865年、ポールが家業を継いだ。扱っていたのは、 ジャンバティスト・カミー・ユコローやバルビゾン派の画家たちの作品であった。1867年、パリ市内で画廊を移転した。1860年代から1870年代初頭にかけてバルビゾン派の主要な支援者であった。1870年から71年の不仏戦争の際、デュランイコール・リュエルはパリからロンドンに避難し、そこでシャルル・フランソワ・ドーヴィニー。 クロード・モネ、カミーユ・ピサロといった多くのフランス人画家たちと出会った。1870年12月、ロンドンに設けた画廊で、フランス人画家協会の第一回となる展覧会を開いた。1871年、フランスに戻ると、モネの作品を2点購入したのをはじめとして、当時無名だったルノワール、ピサロ、ドガなど、後に印象派と呼ばれる。 グループの作品を積極的に購入した。1874年の第1回印象派展の経済的失敗にも、かかわらず、1876年の第2回印象派展に際しては、自分の画廊を会場に提供し、1882年の第7回印象派展でも、会場の確保に尽力した。その後、ニューヨークに視点を設けたり、 ロンドンで展覧会を開いたりして、外国での印象派の人気を高めるのに貢献した。ルノワールの船遊びをする人々の昼食、モネの積みわらを最初に買い上げたのもデューランであり、モネは1000点、ルノワール1500点、ピサロ800点、シスレー400点、メアリーカサット400点、マネ200点など5000点以上の印象派絵画を扱い、 オルセイ美術館やバーンズコレクションへ、それぞれ100点以上の絵画を収めている。19世紀末において、デュランイコール・リュエルは、ヨーロッパだけでなく、アメリカでも、市場開拓に成功し、フランス印象派の最も著名な画商、そして商業的支援者となっていた。エドガードが、エドアル・マネ、モネ、ベルト・モリゾ、ピサロ、ピエール・オー・ニュストル・ノワール、アルフレット・シスレーなどは、 デュランイコールリュエルの支援を受けた中でも有名な画家である。デュランイコールリュエルはアメリカ人の印象派に対する好意的な受け止め方についてアメリカ人の大衆は笑ったりしない。買ってくれるのだ。という言葉を残している。同じくパリの画商であるジョルジュプティとは激しい競争関係にあった。 1893年には日本美術賞として知られるサミュエル・ビングによる歌まろ広重展もデュランの画廊で開催している。ありがとうございます。